ここから下に行けそうだ。待っている。打ち当てたレヴナント、クイーンの哀れな不滅か。いいか、新入り。情けは無用だ。お行儀の悪いゲストのお出ましだ。そろそろパーティーはお開きにしないとな。シルフ、やりは俺が引き受ける。いいか、お前ら、ここが正念場だ。これ以上お前に仲間を傷つけさせるわけにはいかねえんだよ。よくやった。
お前の覚悟、見事だった。ゆっくり眠れ。お互い無茶はなしで行こう。無茶はなしで行こう。どうかしたか？入念だな。俺は周りを警戒しよう。
どうだ、俺との探索は慣れたか。準備は万全にな。
俺も点検するべきか。ここから登れそうだな。気になるな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。降りてみるか。どうやら強敵のようだ。これで盤石だな。これで おい、それは。
足元に気をつけろ。すまない。はしごが上げられているな。ここから降りられそうだ。先に進んでみよう。登ってみるか。気になる。これで盤石だな。いいものだったか。
開いたな。これは役立ちそうだな。戻ってこられたか。対策を練るべきかもしれないな。
落ちたらただじゃ済まないな。どうだ、いいものだったか。ここから降りられそうだ。
よし、宿り木に着いた。この壁、確か他にも。開けられないか。ここは後回しにしよう。道の判断は任せよう。次に向かう方角は。状況把握を怠るなよ。こんなところで。それは貴重だな。与えてはくれないのね。降りてみるか。一体何が鍵か。使えそうだな。くらえ！これな！
迷路を抜けたな。聖堂はもう目の前だ。
今行く。何かあるな。少し待ってくれ。楽には終わらないようだ。少し休憩するか。
イオか。いいや、別人だ。自分という存在をつなぎ止めるのは記憶。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐお方。どうか、どうか今一度その力で。お待ちしていました。ダメだ、びくともしねえ。こちらへ。行くぞ。無惨した肉体が滞留している。いや、囚われているのか、この空間に。こいつを。ケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。
びくともしない。どうする、早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐ。復活して侵害とし、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。バカげてる。悪魔なら陽光炉にでも突き落とせばいいのよ。アウロラ・バレンティーヌ、それはすでに試したのだ。からって適合率では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。見せかけの人生、未練なんてない。どんな苦痛にも耐えてやる。少しでもあの子の力になれる。守りたい人がいる限り、私はここを守り続ける。だから安心して、カレン、ずっとあなたのそばにいるから。こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、そのひとかけらを人柱となって封印した継承者たち、私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも
心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である心骸を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は窮余の一策。心骸を封印してもクイーンの生の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ心骸に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？あなたには心骸を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。棺に眠る継承者たちはロストに落ちて、その封印が破られれば心骸は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に、
もう一度私に機会を与えてくれるのね。無事なのか。ええ、死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。すまなかった。謝らなければいけないのは私の方。あなたたちに全てを託すことになってしまって。ルイ、改めてお願い、扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい、少し眠るわ。すまない、今この奥に探し求めていたものがある。源流へ向かおう。今行く。やはりそういうことだったのか。姉さん、どうなってんだよこれ。まさかここにあるのは全部。終わってなかったんだ。クイーンは生きていて、そして俺たちは生かされていた。ここから流れ出る血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった。姉さんの血の涙で。ルイ、今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする。継承者を探す。姉さんのこといいのか。今のところ暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。
それが分かった今、俺はこの最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが俺の果たすべき義務なんだ。俺たちのだろ。よくも仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてるときは黙って支えてやる、そういうもんだろうが。ええ、どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち、お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。貴重だな。今後源流の調査を継続的に進めようと思うが、今やるべきは継承者を探し出し暴走を止めることだ。少し待ってくれ。お前はこの手で間違いなく消したはずだ。お前がどうしてここに。侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いや、それ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気付けろ、奴は相当使えるぞ。心臓。
侵害のことを知っているのか。確か他にも。あれ、アウロラの言っていた扉じゃないか。新たな継承者を探しに行こう。すぐに外へ出るようだ。準備は万全にな。ひどい吹雪だな。あれも週末のトゲか。なんて大きさだ。楽には進ませてくれないか。ロストの環境に順応できる。Thank you.
愛だな。どうやら強敵のようだ。仕事か。流れの急な川だ。落ちないでくれ。これで…しまった。心臓が無事でよかった。足元には気をつけろよ。あんな巨大なものまで。終末の棘とは一体何なんだ。ここも前は人が住んでいたのだろうか。
重な物資だ。ありがたくもらおう。足を滑らせないようにな。ロストだ。近いぞ。繋がってはいないようだな。どちらがいいだろう。はしごか。降りられるのか。少し待て。開かないか。黒い扉、聖堂の扉とは別の存在なのか。施錠されてるか。いいものだったか。見通しが悪いな。注意しておけ。
だいぶ再生力を使ったな。まだいけるか。見落とすところだった。登ってみるか。ここでは回避が難しいぞ。山登りが好きな連中の気持ちが少しわかる気がするぜ。あの時の景色と同じ。ニコラ、ここに何があるというの？お前は灰になったはずじゃ。警戒しろ、罠の可能性もある。ニコラ、本当にあなたなの？私に何を伝えようとしているの？消えた。何なんだあれは。これにあの子の記憶が。継承者のイメージによって棺はその形を変える。ニコラ、お前はどんな場所を選ぶ？せっかくならかっこいいのがいいな。悪と戦う巨大ロボットとか。お前が心から落ち着ける場所を選べばいい。落ち着ける場所か。うん、決めた。継承者になったらその力でもう一人の僕を作ってもいいかな。ミアはああ見えて結構寂しがり屋でさ、僕がいないことを知ったらきっと悲しむと思うから。ダメダメだ、侵害の力は危険だ。行使すればするほど暴走の危険が高まる。分身を維持するには相応の代償が必要になる。悪いが認めるわけにはいかない。それに棺はあらゆる情報を遮断する。たとえもう一人のお前が姉と一緒にいても、お前自身は。ここが継承者となるお前の戦場だ。うん、行ってきます。お前は誰よりも強い心を持った戦士だ。その眠りの安らかならぬことは。ごめんチャック、それでも
子らが継承者。今まで一緒にいたニコラは、あの子が作り出した分身だったっていうこと。私がレヴナントとして目を覚ました時にはもう。そうか、だからあの時あの子は血流を飲んでも回復しなかったのか。そんな、ずっと一緒だったのに。今までどんな時だってずっと私だけ何も知らないまま、ニコラは一人きりだったのに。あの子この先にいるはずだ。会いに行こうぜ。そのためにここに来たんだろ。盛り上がった雪は警戒した方がいいな。